信ください。ちな、サンマルフカフェのハロウィン用魔女の巨峰スムージー、ハロウィン用ダブルチョコ、スイートポテトチョコの、いや、あ、いや、やだめるな。モンブランデニブランを食べたいと思います。ハロウィン仕様の商品、美味しそうですね。驚かしてくれるのかな？それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。甘い香りが漂ってくるスイートポテトクロワッサンから食べたいと思います。クロワッサン。サンマルフカフェの名物ですからね。では、いただきます。ごちそうさまでした。と、言ってはいけない。変、サンタ、季節を先取りしたサンタクロースが出てくるところでした。で、食べてみた感想ですけど、スイートポテトダクロワッサンは、サクッとした生地の中からさつまいもの優しい甘さふわっと広がってきて美味しかったね。デニブランは、結構生地がサクッとしていて、冷たいアイスとバランスが取れていましたね。モンブランの甘さがちょっと感じにくかったのは冷たせゆえなのか残念ではありますが。で、次のみではこちらの魔女の巨峰スムージーはブドウの甘さが口の中でひんやりと、なおかつ徐々にじわじわ広がってくるので、ブドウがお好きな人であればぜひ飲んでほしい。魔女だからといって別に変な薬が入ってるとかではないですよ。ね。最後に飲んだキャラメルだったんですけど、これはちょっとな、ちょっと時間が経ったのかもあるのかもしれませんけど、キャラメルが結構苦くて、口の中でどぎつい苦さが広がってくるので、苦いのが好きでないと飲めないなと思うので、ちょっと残念でしたね。思っていたのとは違ったかな。で、今回だ、飲んだ中では、魔女の巨峰スムージーがブドウの甘酸っぱさがジュワーッと口の中に広がってきて一番美味しかったをびっくりさせられたので、ハロウィン代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたが、もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。